から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。61番からです。私はあなたを絶えず守り
たが信じるならあなたは神の栄光を見ると私が語ったではないかと主張されます。あなた方はその神の言葉のこの成就祈りの手を下げてはなりません。また感謝の声を絶やしてはならないと主張されます。今一度あなた方は私に向かって手を挙げ祈りの手を挙げ、また感謝の声を上げ続けていきなさいと主張されます。私の言葉の成就の時が来ているからであると主張されます。それに今一度あなた方の信仰を今一度振り立たせ、神に向かって祈り、また感謝と賛美の声を上げ続けていきなさいと主張されます。神の成就の言葉の成就の時が来ていると主張されます。今あなたがその置かれている場所が最善の主の手であると主張されます。それに今置かれているところにおいてあなたはその感謝の祈りをさらになし続けていきなさい。そのあなたの祈りとあなたの感謝がそこから神の奇跡と神の栄光を表していかれると主張されます。私ははっきりと永遠というこの価値の中であなた方を導いていることを覚えなさいと主張されます。目の前にあるものにあなた方は囚われて神のものを失わないように注意しなさいと主張されます。私はあなた方を永遠へと導いていこうと主張されます。その神の祝福は何よりも高く計り知ることのできない非常に大きな祝福であることを覚えなさいと主張されます。子供たち、私の言葉の中に立ち続けていきなさい。この神のものを奪われないように注意してこの終わりの時代その歩みを全うして歩んでいきなさいと主張されます。感謝します。それではさらに主を賛美してまいりましょう。5番です。いたします。愛する天のお父様、賛美の恵みの時をありがとうございます。あなたが共にいてくださり豊かに望んでおられることを感謝いたします。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して道的主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。